こんにちは、トミーです。もう12月になって、まあ1年がね終わりそうですよ。まああと1ヶ月ぐらいですかね、1年終わるのに。なので今回はこの1年を通してトミーの YouTube を分析してみたいと思います。これ YouTube のチャンネルをやってる人は分かると思うんですけど、自分のチャンネルがどういった、まあ、アクセスがあるとか収益がどれくらいあるとか、かなり細かいところまで分かるんですよ。なので今回はこの1年を通してね、トミーの YouTube を分析したいと思います。で、今子供たちの将来の夢が YouTuber になりたいとかっていう人が多いと思うんですけど、今日は俺が現実を突きつけます。じゃあまずですね、見ていきたいのが、まあ、僕の今のチャンネル登録者ですよね。12,291人です。でですね、ここにアナリティクスというところに総再生時間、視聴回数、チャンネル登録者数の変化、推定収益というのが出ております。でここでちょっと注意してほしいのが、視聴回数よりも総再生時間の方が上に来てるじゃないですか。これね、位置的に今 YouTube は再生数よりも再生時間の方が重視されてるんですよね。僕が今どれぐらい見られてるかというと、は約25,529分です。何十分って書いておきます、計算できないんで。これどれくらい稼げてるのって多分みんな一番気になると思うんで、もう先に言っちゃいます。収益の方がですね、1年間で息を込めて君を愛せるか、本当に君を守れるか。1年間で5475ドルです。幸せに気づかないんだろう。約60万ぐらいです、約。はい、まあ他に仕事してたりしての副業だったら多分めちゃめちゃ美味しいと思いますよ、これは。なのでぜひ皆さんもぜひ YouTuber やってください。まあ、ただ今ですね、 YouTube にお笑い芸能人の人が入ってきたりとか、あとはもうなんて言うんだろう、例えばスノーボードの YouTuber、 料理系の YouTuber、 こう機械関係の YouTuber、 パソコンの YouTuber、 ゲームもうすごい細分化されてるんですよ、今 YouTube。 だから今からこう YouTuber になろうとするとかなり席がないので相当難しいんじゃないかなと思ってますね。まあでもチャンネル登録1万人ぐらいで年間60万もらえるっていうのはかなり俺は夢があるんじゃないかなと俺は思っております。で今回の動画もこれで反省会じゃないんですよ。今後につなげていくためにこれを見てちょっと分析をねしていこうかなと思ってます。でまずこのユーザー層から見ていくと、男性と女性の視聴者数ですね、視聴者層が男性がもう 95%、 女性が 5% です。 5.5%ほとんどが男性視聴者が見てるんですよ、僕のこのチャンネルはね。90日間にすると、男性が 90% で女性が 8.8%、 ちょっと女性の方が多いと。これなんでかっていうと、多分ですね、多分この過去90日っていうのは僕が何をやってたかって考えると、スノーボードを やらずに多分海外旅行行ったりだとか、ちょっとこうスノーボードから離れたようなことやってたじゃないですか。旅行に行く動画だったりとか、ちょっとのほほんとした動画をね出してたので、そういうとこでもこの男性女性の比率が変わってきたりするんですよ、動画の内容で。あとは僕髪切ったんですよ、前ね。髪の毛がすごいこのぐらいまで長かったんですよ僕。だけどなんかもう汚い汚いみんなに言われたから、もう髪の毛を今の風にしたのね、ちゃんとしたの。そしたらちゃんと、これはこう本当に変な話な、やっぱ不潔感とか清潔感ってすごく大事なんですよ。そういうのでも本当に変わってきたりします、ここの欄は。それで年齢の方ですね、何歳ぐらいの人が見てるのか、一番多いところで言うと25歳から34歳の方が、僕のチャンネルは一番多いですね、 31.9%。 まあ僕よりちょっと年齢が高い人の方が、僕の動画を見てくれてると。やっぱり若い子の層が多い方が、やっぱ拡散力とかこの動画の盛り上がりっていうのはやっぱりあるんです。だけど、年齢を言ってる人の視聴者を抱えた方が、こうふざけたやつがいなかったりとか、まあ、ちょっとこうほんわかな安心したチャンネルになったりとか、まあ、そういうのもね僕はあると思っております、知らないですけどね。それでですね、結構これもね意外とみんな知られてないかもしれないですけど、チャンネル登録しているのかどうかっていうところも出るんです。チャンネル登録者の総再生時間という、チャンネル登録をして見てくれてる人って
僕のチャンネル登録者数の 30% しかいないんですよ。実はチャンネル登録してない人が 70% 見てるんですよ。でチャンネル登録してよなんか思いますけど、やっぱりでもこれは結構仕方ない。多分みんな、俺もそうなんだけど、みんなも YouTube 見るときにこうやってくるくるくるってして、なんか面白そうなのポッて押してね見たりとか。でもわざわざチャンネル登録はしないやん、このポッて押すのが。あの作業すごくめんどくさいから。だからこういうのを見るとやっぱり YouTube で大事なのって、新規の人が見るので、あのサムネイルとかタイトルとかそういうのがもう再生数とか動画を押してもらうには、それが8割9割僕は占めると思ってます、これを見る限りね。で僕が今までの動画で、一番多く稼いでくれたのが1位、スキー場に来た女の子に本音を聞いてみたっていうインタビュー動画みたいです。これが443ドルなので、まあ大体4万5、6千円ぐらい。その次、スマトラ島でカブトムシクワガタを探す。2位が、あのカブトムシとクワガタを探す動画が僕2番らしい。何なのこれ、何のチャンネルなんだろうね。僕のチャンネルはスノーボードの動画が多分7割ぐらいなんだよね。で残りの3割はスノーボードしてない動画、まあ例えばこういう動画であったりとか、旅をしてる動画とか、まあ、そういう動画なんですよ。それこそカブトムシを撮ったりとかする動画ね。なのでちょっと僕のチャンネル、どういった経緯で皆さんがたどり着いてるのかっていうのも見れるんです。これ上位の YouTube 検索キーワード、検索した時に僕の動画が出てきて、それを押すということになります。やっぱり過去1ヶ月間ですね、過去1ヶ月間の見ていくと、1位スノーボードっていうキーワードで検索すると僕の動画がやっぱ一番出てくるんですね。で2位台湾風俗、なんで、これ 4.9% です。4位田舎暮らし、これ意外だね。田舎暮らしで検索して俺のチャンネルが出てきて見てる人が 2.8% もいます。でその次がスノボー、次台湾風俗、次風俗、その次リード大阪です、次海外風俗。もうお前らさ、どうしようもないよな、本当に人のことばっか言うけどさ、どうしようもないこと検索してるな、お前ら本当に。その次、野生の虎、ディスカバリーチャンネル、野生の虎で俺のチャンネル来る？ちょっと待ってください、今ちょっと検索しますね、野生の虎で。お、1年前の俺の動画が一番上に来る。すごいな、絶滅の危機に瀕する野生の虎とか、国連広報センターとかより俺の方が上に行ってますよ。台湾夜女風俗、国母和弘、国母スノーボード、この辺はねあれです、最近のやつなんで。で西表島、海外風俗で、スノーボードパーク、スノーボーウェアですね。はい、でまた台湾夜遊び、もうお前らどうしようもないな、本当にどうしようもないな、お前ら。スノーボーナンパで検索してる人もいますね。でやっぱりちょっとは思ってんだろうね、みんなそういうの。ちょっと計算しようか、一回全期間でちょっと計算して、僕のチャンネルに来てくれてるこの検索キーワード、何が1位なのか、スノーボー関係なのか、エロ関係なのか、また何なのかっていうのをね、ちょっと計算しますんで一回今。はい、ということでですね、今計算が終わりました。発表いたします。なんとですね、スノーボードと検索したるキーワードが約 15% も、ありました。スノーボード関連のキーワードで、検索して僕のチャンネルに来た人 15%。 スノーボードと検索したるキーワードが約 15% も、ありました。スノーボード関連のキーワードで、検索して僕のチャンネルに来た人 15%。 その次、エロ関係のキーワードで僕のチャンネルに来た人 25%。 YouTuber の一日に密着。次回して次の声。